詩と変容作品24は、リヒャルト・シュトラウスが作曲した3作目の公共詩。詩と、浄化とも訳される。リヒャルト・シュトラウス作曲家、指揮者として注目され始めていた頃の1888年に、ミュンヘンで作曲を開始し、1889年11月18日に、バイマルで完成した。初演は、翌年の1 8九十年六月十一日に、 アイゼナハ音楽祭において、シュトラウス自身の指揮により行われた。シュトラウスは、生来病心で、20歳を過ぎた頃には重病を、患ずらい、たびたび死の危機に直面したこともあった。この公共詩は、シュトラウス当時の心境をおとかしたものであると言われており、公共詩が作曲された時点では、表題は持っていなかったが、完成後にこの公共詩に感激した詩人で窮地の、 アレクサンダー・リターに作品の内容を伝えて、それを死にすることを依頼した。完成された死は、詩人の名を伏せて、送付の冒頭に掲げられることとなった。詩の対応は以下の通り。小さな貧しい部屋の中で、病人は死との戦いに疲れ果て眠っている。柱時計が不気味に時を刻み、死が近いことを予感させる。病人は、 子供の時夢を見るかのように力なく微笑む。死は容赦なく襲いかかり、病人を揺り起こし、再び恐ろしい戦いが始まる。しかしこの戦いの勝利は決せられず、静寂が来る。病人は彼の生涯のことを順応をって思い起こす。無邪気な幼い頃の日々、力の鍛錬に終始する少年時代、自己の理想を実現するための闘争。 心から憧れたすべてのものを、彼は死の床にもまた求め続ける。ついに死は最後の宣告を下し、死の一撃が響き、肉体を引き裂く。しかし、死の恐怖は安らぎへと変わり、天界から彼の求めた世界の浄化が美しい余韻と共に響いて閉じられる。1949年9月8日、シュトラウスは万85歳で世を去った。 彼の祭祀によれば、この48時間前にシュトラウスは一旦、昏睡状態から意識を回復し、こう語ったという。1890年6月21日、アイゼナ派の私立劇場で作曲者自身の指揮によって、諸演された。日本初演は1929年12月22日、日本青年館にて、山本直正式、新興協楽団による。 フルート3、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、バスクラリネット、ファゴット2、コントラファゴット、フォルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、ティンパニ、タムタム、ハープに、言語オブハタンチョウハチョウチョウ、助走のある、そなた形式を基本として作曲されている。演奏時間は約24分。緩やかな早々更新曲風のラルゴで開始される。 弱音気をつけた弦による助走が暗い病室に横たわる、瀕死の病人を描き出す。ティンパニの弱奏が、病人の心臓の鼓動を表す。続いて、木管の明るいメロディーが現れ、独奏バイオリンも加わって、病人の幸せだった日々が回想される。突如、ティンパニの一撃で、テンポが、アレグロモルトへアジタートに変わり、生と死の壮絶な戦いが始まる。 襲い来る死の恐怖が低減で、病人の生きようとする強い意志が、バイオリンの激しいメロディーで表現される。生と死の戦いが最高潮に達したところで、一旦テンポが緩やかになる。助走部でも現れた、回想のテーマで、再び病人の幼少の日々、青春の日々が回想される。その折にも、死のテーマが回帰し、生と死の戦いが続く。 その最中に突如として、新しいテーマが、金管の競争で現れるが、これが変容のテーマで、死による変容が暗示される。やがてテンポが緩やかになり、助走のテーマが戻ってくる。そして生と死の最後の戦いが始まるが、タムタムの弱音で病人が命を終えたことが表される。変容のテーマが、静かに現れ、次第に音量を増して病人が来世で変容を遂げた。 ことが表され、曲が終わる。a b b m p 1 4 1ありがとうございます。